薩田峠の戦いは、南北朝時代の昭平六年、官能二年十二月、駿河国の唯、内房一帯において、足利高氏の軍勢と足利忠義の軍勢とで行われた合戦である。戦の行われた場所から、桜野の戦いとも言う。官能の上乱により、北朝は足利高氏派と足利忠義派に分裂した。対立する両者は、昭平六年、 関納2年9月24日、幸福寺にて会見するも和談が成立せず、対立の色は濃くなっていた。そこで忠義は、桃井忠し柴田勝忠山田時氏、木良光吉らをはじめ自派の武将を伴って、京都を脱出し、北陸、品野を経て、鎌倉へ至る。一方忠義は10月24日、南朝に降り、忠義追悼の臨時を受けた。11月4日、 高氏は忠義を撃つため京都を立った。11月23日、高氏法の今川の氏のもとに、忠義法の上杉義則が駿河に攻め入るという、情報が入り、乗氏は、伊達影宗らを率いて、陣を張った。12月11日に、由井、神原で戦となり、今川の氏、小笠原正ながらが、上杉義則勢を破り、高氏方の勝利で収まった。 高氏は11月26日に掛川に到着、12月3日に手、越宿に到着した。高氏は12月13日に唯越で待つ今川の竜氏と合流すると唯越より移動し桜の日本人を張った。太平記には11月開日駿河去った山に打ち上がりとあるが、この記述は駿河立文書等より場所と日時が誤りであることが判明しており、 実際は12月13日のことである。また、足利高氏御飯後教書にも、湯山において、陣を取り必案ぬとあり、高氏が、札田山に本陣を置いたり道産にて交戦したという、ことはなかった。太平記によると、高氏方として、二期よ利明、二期義長、畠山国記よ、今川の陸に、今川さだよ、武田信岳、千葉下根、ね、長井兄弟、 二階堂校長等が三次計三千期であったという。また高氏は、宇都宮宇治綱を待つという段階であった。この知らせを聞いた忠義は、高氏との交流を目指す宇都宮宇治綱を撃つべく、桃井忠常、長岡下田だら計一万期を差し向かわせた。忠義自らも十万の兵を率いて、鎌倉を立ったとある。忠義方として、上杉範明が、ゆい、神原へ向かい。 石頭義母、石頭よりふさらが内房へ向かい、それぞれの利きは十万期、石頭親子は十万期という規模であった。このように、太平記には、過大な兵数が記されている。宇都宮宇治綱勢は、駿河国外で初戦を繰り返す中で、高氏本人を目指し、ご詰めとして、駿河国に入った。以上が、太平記に記される内容である。唯越に本人を置いた高氏は、 さきのゆい、神原での戦いで先行のあった、小笠原正長に桜の近くの内房に来るよう、命じた。両陣営は12月27.28日に、衝突した。27日、石頭義房、石頭よりふさふしが、高氏勢に攻め入り、伊達慶州と交戦となった。これら初戦の結果、高氏方の勝利に終わり、また29日には、忠義の別動隊をも破った。 昌平七年、官能三年一月五日に高氏は鎌倉に入り、忠義は降伏した。この後、忠義は常明寺境内の延福寺に遊兵され、二月二十六日に休止した。大平記は高氏による毒殺であると記している。ありがとうございます。